からは空気を聞いてます。もし福島原発と同じような事故を起こして250キロの範囲を逃げなければならなくなるとしたら、台湾の第1、第2、第4いずれが事故を起こしたとしても、台湾全体の半分以上のところ、人口の半分以上のところの人たちがどこかに逃げなければいけない。こんなリスクが大きな事故というのは僕にはありません。飛行機が墜落して500人が亡くなったこともあります。自動車事故で20人が亡くなったこともあります。しかし何百万人何千万人が20年30年放射能に占拠されて、その地域から逃げ出さなければならなくなるという、こんな巨大なリスク被害が及ぶのは原発事故以外にはありません。しかし一つだけ原発事故をなくする方法があります。一つだけ絶対に原発事故を起こさないようにする、それができる方法があります。それは皆さんだと、それは皆さんならが原発のいらない社会を選択する、私たちが日本で原発のいらない社会を作る、世界で日本の世界で原発のない社会を作る、世界中に原発が行き来なければ世界中で原発は絶対に起きません。选择就在放纵。